浜坂駅は、兵庫県三方郡新温泉町浜坂あざ東港に、ある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。新温泉町の代表駅であり、近畿北部の温泉どころ、湯村温泉への鉄道での玄関港。この他にも新温泉町もその名の通り、周辺に温泉を多く抱えている地域でもある。特急、浜風の全列車が停車し、普通列車は二往復を除き、 当駅で折り返しとなる。また、余部橋梁での横風が強まった場合、霞駅から当駅までが運休となりバス代行となることもある。カニのシーズンには11月と12月の週末、1月から3月中旬までは、毎日、臨時特急、カニカニ浜風が当駅まで運転されている。隣の九谷駅とは、6.1キロと長い。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅で豊岡駅が管理している。駅舎は短式の一番ホーム側にあり、島式の2.3番ホームへの通路は地下道で連絡している。緑の窓口が設置されている。2002年から夜間の配置がなくなり営業時間が大幅に短縮された。さらに2004年からは駅の管理が JR 直営から JR 西日本福知山、メンテックに業務委託され営業時間も延長されたが、2010年10月1日より終了時間が50分繰り上げとなった。便所は改札外に男女別の推薦式便所がある。改札口とホームには、現在では数少なくなった反転フラップ式案内表示器が設置されていたが、2013年3月に撤去された。 その後、改札口の未液晶ディスプレイによる発射表が設置された。運転系統上の境界駅であるため、発着番線が一定せず、列車によって発着ホームは頻繁に変更されるため、利用時には駅掲示の時刻表で発着ホームをよく確認する必要がある。運転指令上では1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線になっているが、 どのホームも両方向からの入線及び出発が可能である。夜間対白は豊岡方面のみ2本設定されており、鳥取方面から到着した最終列車は折り返し鳥取駅の最終列車になる。特急浜風の発着ホームもダイヤ改正ごとに見直されており、2010年3月13日改正のダイヤでは当駅が終着の 浜風1号は1番乗り場に到着し、浜風4号として折り返している3月13日までは3番乗り場で折り返していた。ちなみに、浜風の乗車位置目標はすべてのホームに設けられている。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は263人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 全ただし、バス、アマルベテ京物語以前は、駅弁販売駅で、待合室とホームに売店があったが、1999年10月に撤退した。駅弁であったガニス氏は、製造元の業者、米田茶店が、駅前の店舗で販売していたが、売上げの減少により2019年1月6日に、駅弁販売を終了した。その後、神戸の駅弁業者、 淡路ジアがレシピを引き継いで、同名の駅弁を自社の直営売店で販売している。その後、米田茶店は道路拡張に伴い、2019年7月に閉店した。他に、アマルベ鉄橋物語もあったが、2014年8月17日をもって販売終了している。特急、浜風の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。